今日はこのエコフローから出た新しいポータブル電源リバースリーを紹介していきます。はい。めっちゃちっちゃい、うん、ちっちゃいポータブル電源なんですけど、これはリバー2から比べてまたかなり軽量化しているんで、エコフローの中でも一番ちっちゃいポータブル電源になります。えさこちゃんどうだったこれ。これはね、使ってみてすごくなんか使い勝手がいいというか、サイズ感とかもね、なんか扱いやすくて私はすごく好きだなって思いましたね。うん、俺もね、意外とね、いろいろ使えるなって思ってね。カフェにもね、うんうん、持ってったし、すぐ簡単に持っていけるからさ、うん、簡単に持っていけるし、この車内の中でも、うん、結構さ、後ろに持ってったりとかしても、うん、簡単に移動できて、うん、置くのにも邪魔にならないし、そうだね、うん、すごいね、いいなって思いました。こうなんかね、モバイルバッテリーっぽい使い方にもなるなと思って、ね、確かに今からね、いろいろとこれ紹介していきたいと思うんですけど、一応ね、はい、一番のこのポータブル電源の特徴っていうかね、進化したポイントは、うん、軽量化した理由があって、うん、これはね、従来のシリコン系の材料に代わってね、次世代の半導体、窒化ガリウムっていうものを採用してるみたいで、それによってこのエネルギー損失をね、かなりね、抑えてくれてるらしいんです、うん、これ 230Wh だけど、うん、おそらくそれ以上の結構使えるなっていう感覚があると思います。例えば 230Wh っていうのは、はい、このパソコンでいうと何回分？この MacBook Air はバッテリーがね 70Wh だから、うん、3回充電ができます。なるほど。そう、それであとはね、こういうポータブル冷蔵庫、これぐらいのあるじゃん、よく、うんうんうん、あれが大体 40W 平均ぐらいで出力するね、必要だから、うん、そうすると5時間ぐらい使えるっていう計算かな。ほう、多分この窒化ガリウムがあるからもうちょっといけるかもしれない、うん、そのぐらいの感じです。このちっちゃいのでね、うん、かなり優秀だと思います。確かに。あともう一個ね、すごいね、静かなんだって。これ静音性が優れてるらしいから、うん、今からちょっと実験してみます。はいはい、うん、じゃあね、今たくさん充電してみました。はい、MacBook Pro と MacBook Air で、スマホが2台とで、このコーヒーメーカーじゃない、コーヒーミルを充電してます、うん、で全部で 110W 使ってるんですけど、全然何も聞こえない。確かにですね、 100W ぐらいではファンが回ってないかもしれない、うん、確かにそうだね。最大 300W まで使えるから、お、 300W ぐらいの電化製品がうちになくて実験のしようがないな。このシガーソケットでこっちのポタ電を充電してみよう、うん、今こっちのサブマのポタ電をリバース3で充電してます。シガーソケットなので上がっていったね、うん、今 208W 使ってます。こっちも 94W で充電されてます、うんうん、それでファンはほとんどわからないな。これ、うん、音量調べてるんですけど、静かにします。いくつになってた ?30 ぐらいみたいです。200W ではファン回ってないですね、うん、これ。変化ないね、音は。すごっ。それぐらい静かです、うん、端子はまず左側が D
DC の出力ポートです。これがスイッチ、そして中央がメインスイッチですね。で、上左側 USB-A、 右側も USB-A2 つあります。そして USB-C が真ん中にあって、 AC コンセントが右側、向かって右側に2つついてます。これがスイッチ。そしてサイドですけど、こちらが入力ポートですね。 AC 充電と、あとソーラーパネルからの充電ソケットがついています。ここのメッシュはファンですね。反対側は、ファンの出入り口がついています。で、上の面は特に何もないです。これはワイヤレスで充電には対応していないですね。で、アプリの方ですけれども、今 81% 表示が出てます。そして AC 充電のスイッチ、こちら DC 充電のスイッチがついてます。携帯を充電しながらポータブル電源も充電できています。 DC 出力は約 10W、10W でスマホの充電できてます。それでは、高出力テストをしてみたいと思います。最大 300W で X ブースト使うと 450W まで使えるみたいなんですけど、こちらのホットサンドメーカーは、定格出力 550W なんで、ちょっと厳しいかもしれませんが、一回試してみます。一応動いてますね。300W 出てます。 300W で一応ホットサンドメーカー動いてます。次は、定格出力 750W のドライヤーですけど、ローだったら動くかもしれないのでやってみたいと思います。今250、ちょっとまた 160W に落ちました。また 200W、 なんかこうワット数がちょっと安定してないですね。行ったり来たりしながら、だいたい 250W、 160W から 250W でちょっと不安定な動きをしています。ということなので、やっぱり 300W 超えるような電気は使えないですね。まあ使えなくはなかったけど、ちょっと不安定でした。まあただポータブル冷蔵庫とか、あとパソコンの充電もできますし、それぐらいの中型クラスの電化製品は十分使えると思います。それでは AC 充電やってみたいと思います。キャンピングカーから充電します。インプット上がってきました。 99W、 134、 200超えました。 AC 充電 300W 以上出てるってことは、1時間もあればフル充電できるっていう計算ですね。それでは次に、DC 充電、シガーソケット充電してみたいと思います。キャンピングカーはこの位置に DC アウトプットがあるので、ここで充電してみたいと思います。来ました来ました。 56W、 こちらのシガーソケットから充電しています。約 94W 出ています。この容量のポータブル電源で 94W でしたら結構いいんじゃないでしょうか。シガーソケット充電ですけど、僕は普段から結構使っております。キャンピングカーはこの助手席後ろにシガーソケットが一つついてるんで、今これ吉野のポータブル電源ですけど、いつもポータブル電源ここにいつも置いてるんで、こちらのシガーソケットで充電することがすごい多いです。
AC 充電と比べてゆっくり充電されるんで、走行中とかこのシガーソケット充電は割と使っています。はい、ということで今日はエコフローから出た新しいポータブル電源リバー3を紹介しました。みさこちゃんどうだった？私はねすごく好きだなって思いました。気に入りました。やっぱりねサイズ感とか使いやすさが、うん、いいので、うん、なんていうのかな、気軽に取り入れられるからね、うん、すごくね使いやすかったです。そうだね、はい、ね価格も結構安かったしね。あ、そうなんだね。そうで、から初心者1台目の時に人にもいいし、うん、あと防災の面でねちょっと1個持っといたら方がいいなっていう時にもすごいいいと思いました、うん、モバイルバッテリーだとまあせいぜい携帯がね2回とか3回しか充電できないとかあるから、パソコンとかは充電できないし、うん、確かにね、他のちょっとした電化製品も使えないから、うんうんうん、AC コンセント使うにはやっぱりポータブル電源が必要だから、うん、というとこれ以上ちっちゃいの多分今んとこ世の中ないかもしれない、うん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 、すごいいいと思いました。で、これをね僕は今ボルトワークスさんから借りてるんですけど、はい、ボルトワークスのオンラインストアで買っていただくと3つの特典がありまして、それが1つ目が購入前にどんなポータブル電源が自分がいいのかっていうのを、うん、電話相談とかあとズームとかチャット相談で無料でできます。で、購入後もいろいろと質問はできます、うん、そして2つ目が、メーカーの間にボルトワークスが入っていろいろなサポートをしてくれます例えばちょっとここわからないんだけどってなったら、うん、それをメーカーに聞いてくれるし、うん、修理かな故障かなってなった時もボルトワークスが先にね専用の LINE があるからね、そこで質問できるしチャットができるっていうことをメーカーとの間に入ってやってくれます。だからメーカーに修理を出す時もボルトワークスに言えばすぐに対応してくれます。そして3つ目の特典が、実際ね修理がになりましたってなった時にメーカーにこれ送るでしょ。送った時にその間のレンタルポータブル電源を無料で使えますので、ポータブル電源がないと困るっていう人がいたら、これは無料サービスでついてるんでとっても安心だと思います、はい、はい、ということでですね、ボルトワークスのオリジナルサービスとして3つ用意させてもらってます、僕らとしてはですね、まず1つ目のサービスがお客様の代わりにっていうところなんですけれども、ポータブル電源ですね、すごく、トラブルが起きやすい商品になってます。それこそ Amazon とか楽天でこう買われてトラブルが起きた時になかなかフォローがなくて、うちに電話が来てちょっとフォローしてくれますかみたいな、いっぱい問い合わせが来るんですね。そうなった場合ですね、うちで購入してくれたお客様はお客様の代わりにメーカーとやり取りするので、そこは安心していただけるかと思います。メーカーとのやり取りは時間もかかるし、それこそ言葉が通じないなんてこともザラにあるので、その時は僕らが代わりにお客様に代わってメーカーと対応させていただきます。そしてですね、専門家のフォローということで、僕もですね、もともと自動車メーカーで働いてて約 4,5 年ポータブル電源を山ほど、扱ってきて、もうポータブル電源がどういうものかっていうので、ね、かなり詳しくなっていってます。で、今後もですね、スタッフも、それこそ元自動車メーカーだったり元整備士だったりっていうのをですね、結構機械に強い方をどん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 入れていく予定です。今ですね、専門スタッフは、まあ、撮影スタッフとか増えてきてるんですけれども、そういった専門家も増やしていくので、ポータブル電源専門店としてのフォローもさせていただきます。で、当分はですね、ここの専門家のフォローっていうのは僕自身がやっていくので、そこは安心していただければと思います。で、最後にですね、無償貸し出しっていうことで、僕らも販売させてもらってからですね、正直なところ全てのポータブル電源が 100% ちゃんと動くっていうことではないです。今まで販売してきて2台3台故障だったりエラーが発生しております。で、その場合はですね、
普通であればお客様ご自身がメーカーとやり取りしてこう時間がかかったりとか、そもそもその返品できなかったりとかそういったトラブルがあったりするんですけど、その修理できなかったりね、そういった場合はですね、修理期間中は、うちのポータブル電源を無償でお貸し出しするので、うちで買ってもらったお客様はそういったですね、ポータブル電源が使えなくなるようなことは、ないようにしています。なのでうちで買ってくれたお客様はもしポータブル電源が壊れた場合はですね、メーカーとやり取りするのを僕らが代わりにやらせていただきますし、その修理期間中は同等のポータブル電源を無償で貸し出しをしますので、そこも安心していただければと思います。ということなので、このボルトワークスオンラインストアね、下の概要欄に貼ってきますので、そこで購入していただくとかなり安心して購入ができます。あのこの前ねメルカリでポータブル電源買った人が、あの騙されて電源がつかなかったって言ってね、そうそれをねボルトワークスの方で あのそういう相談があってね、でも ねよそで買ったものをねボルトワークスは対応できないから、うん、それはね、なるほどな、そういうことあるんで、ポータル電源をメルカリとかで買わないように、アマゾンでもあの安いね、なんかよくわからない中華製のものは絶対買わない方がいいと思います。なるほどね。うん、絶対にそう思います。有名メーカーが絶対いいと思うんで、あのエコフローとかジャックリーブルーティーって僕が持ってるこのサブワンとかね、これは日本法人があるから。それも安心してるからね。そうですね。そういうのを選んでください。あ、それでね、バンライフライフっていうね、クーポンが使えるから、そのオンラインストアで買うときは、それも概要欄に貼っとくので、クーポンを使ってください。はい。それでは、今日はリバース3を紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。